こんにちは。アマずいサポーター、堀秀夫です。今日は、他の会員さんは、どれぐらい稼いでるんですかとか。皆さん、いくらぐらい売り上げてますか、まあ、たまに聞,く聞かれる質問なんですけど、まあ、そこでね、えー、たくさん稼いでる金額を言うと、まあ、そんな稼げないんじゃないかなっていう感じで捉えますし、まあ、逆にすぐ達成できる金額で言うと、 それだけしか稼げないのというふうにね捉えますし、まあ、あんまりこの人の売り上げ気にしても人が扱っている商品気にしてもまあ稼ぐモチベーションが盛り上がるわけでも何でもないんですけどやっぱりどうしても人間ね、えー、他の人がどうなるかっていうのは気になります、まあ、だからもう売り上げだけじゃなくてじゃその人がね、えー、どういう、ねえー、感じの人で まあ本人が特定できないとか商品が特定できない範囲で、まあ、どういう人でいつ頃始めてね、えー、どんなえ風な姿勢というか感想を持って Amazon 室に取り組んできてで今どんなことでね、えー、課題というか悩みがあるか、まあ、それをちょっと紹介していこうと思います、まあ、この記事が好評ならね、えー、他の人もまあ成果出た人でしょうね出なかった人の参考にしてどうかしてもしょうがないんでねまああの普通に 成果が上がってる人、まあ、ここに住んでてこんな人でね、えー、こんな感想を持ちながらやって、今こういう課題がありますみたいなのをね、えー、紹介していこうと思います。で、まず、ね、売上のこのキャプチャーで、去年の年末を出してもらった売上キャプチャー、ねえーあ。皆さんね、売上キャプチャー出してもらった方がいろんなアドバイスできるんでね、サポート会員の方は、まあ、どのサポートクラスにも限らず、 あのこの売り上げの画面キャプシャー出していただけると嬉しいです。売り上げ順調に増えてれば、まあ、それはそれで大変いいことですし、売り上げあんま増えないんであれば、なぜ増えないのか、まあ、そういうのがね、やっぱこの、えー、数字見て、まあ、自分も励みになるし、出していただければと思います。で、今回、埼玉県に住んでる、ね、今や本業で取り組んでる会員さん、えー、売り上げ3万4454ドル。 これ、去年の、ね、年末、アメリカドルの金額ですから、380万強。で、利益率が大体いい3割、この会員さんの場合3割ぐらいなんでね、380万 ×30%、ね。つまり120万弱の売り上げを、売り上げというか利益を上げてる、稼いでると。で経歴は、まあ、もともと職人系。 テニ職系のね、職人系の仕事をしていて、アフィリティ始めて、で、まあ、職人辞めて、えー、あるものを転売する仕事になって、あるものの転売ね、結構なんかね、ライバル増えてきたし、なんか、えげつないやつ多くて、ね、えー、疲れるねってことで、まあ、私のアマゾン室、アメリカのアマゾン室を見て入会されました。で、入会してサポート開始、ね、アメリカのアマゾンを始めたのは、 2014年10月に始めました。で、この時、Amazon h ね、始めて、1ヶ月か1ヶ月半ぐらいですかね、の時にスカイプ相談して出てきた感想が、まあ、本当に簡単に稼げるか前つばだったけど、まあ、簡単でしたと。はっきり言ってぬるいです。ね、今やってる仕事と比べたら遊びみたいなもんで、こんなんでね、えー、稼げるんで、えー、笑えますねというようなね、もう本当、超楽勝ですよみたいなね、話でした。 でこれ昔だからね、稼ぎやすかったっていうのも確かにありますけど、ただ、この同じ時期にね、全然もうね、ライバル多くて稼げませんとかね、えー、全然商品見つかりませんとか、商品見つかってもすぐライバルだらけでね、稼げませんって言って、えー、泣き言を言ってた人もたくさんいます。ねでまあ、泣き言を言ってたら結局はあんま稼げずにね、まあ、今はもう輸出やめてると思いますけど、まあ、これね、ネガティブに泣き言言ってもいいことって何もないんで、まあ 可能であれば無理やりでも、ね、楽勝だねと楽しいねと思った方がいいです、ね。まあ、無理だったらせめてニュートラルに。で、絶対やっちゃいけないのはね、大変だねとかいう情報をね、えー、調べまくって、そこに同化したり書き込みしたりね、傷を舐め合ったりしたゃともう終わりです。はっきり言って稼げなくなりますんでね。まあ、2014年初めて、ガンガンガン、本当にすぐ簡単に稼げたんですけど、この、これ以前に始めた人でもね、 えなんでこんな簡単にできる方法でこんだけ教えてんのにその泣き言が出るかねというような状態の人は正直いました。これやっぱりね、えー、いろんな、まあ、情報がインターネットだから集めやすいってことと、まあ、買い取りのサポートでね、何人か集めてこう買い取り行ってたんですけど、まあ、今ね、全然その何人か集めてグループの買い取りサポートとか飲み会やってませんけど、なんでやめたかって言うとね、これあの、 向上していくんじゃなくてね、どうしてもね、人間ね、低い方に流れるんで、うまくいってない人がね、うまくいってね、なぜうまくいかないかって、うまくいかない理由を並べてね、愚痴って飲む方がなんか楽しいんですかね。まあ、そういう集まりができる傾向があるんで、もう一斉そのグループで、えー、ね、あの、サポートするとか、飲み会とかはやめました。いい結果出ないです。よっぽどね、すごい高額な会費のね、 頑張んなきゃいけないような店で、えー、集まるような会をやれば別かもしれませんけどまあその辺の居酒屋でね懇親会とかあるいは、えー、みんなで集まって買い取りとかやってもねあんまりいいことなかったんでそれやりましたまあもっといいね集まると愚痴っちゃうんでやっぱりね、えー、愚痴らず自分の目標だけにフォーカスして、えー、サポートの情報以外はシャットダウンして取り組んでもらった方がいいです、ね、でこの会社の 目下の悩み、ね。これ以上稼ぐモチベーションが湧かないと。で、現在、この会員さん、1日4時間ぐらいしか働いてないですから、まあ、もっと働いて稼いだ方が良いと思うと。でも、ゲームが、ね、趣味なんで、ゲームが楽しくて、働く気にならない。自分はそんなに物欲もないし、旅行に行きたいわけでも、高い酒が飲みたいわけでも、うまい、高い食事がしたいわけでもない。あえて言えば、ゲームが思い切りできればいい。今の収入でも十分すぎるというか、余ってるんで、ね。 あのもっと稼ぐモチベーションが湧かないけどどうしましょうかとまあ大変結構なことなんじゃないでしょうかねいやなぜねちょっと働いて好きなことをやって、まあ、十分稼いでお金も集まるのにそれ以上稼がなきゃいけないと思うの,思うのかが私には分からない、ね、あの逆にいつでも稼げる、えー、スキルはもうすでにあるわけだし思い切りゲームを満喫しましょうと、ね、いうふうに まあ、普通の指導者としてはね、それでいいのかって感じなんですけど、まあまあ、でも私はそういう考えなんで、いや、十分すぎるほど稼いだらね、それ以上使う予定もないのに稼ぐってのはおかしいですよと、で楽しいことあったらそれやったほうがいいですという形で、まあ、この会員さんの悩みは、悩みは解決することもなくというかね、別に悩まなくていいじゃないって、お金余ってゲーム楽しくできるんだったらそれでいいじゃないというところでね、今、落ち着いてます。まあ 5年前に始めて、まあ始めた当初から楽勝ですと言ってね、まあいまだに、まあ、あんま働いてないけど、これでいいのかと、ゲーム楽しいですって言って、まあまあ私は素晴らしいんじゃないのかなと思ってます。まずは埼玉の、ね、去年の年末に出していただいた売り上げ、一番多かった会員さんの人となりというか、成績と、 アマゾンへしそやってる姿勢、そして現在の課題はそんな感じです。まあそんな形でね、ね、えー、今オーストラリアアマゾン始めれば、この解散と同じような状態になることは十分可能なんで、しかもアメリカアマゾンよりも、現時点で始めれば楽です。勝手にね、ね続けてさえいれば売り上げ増えてきます。利用者増えます。アメリカや日本とは比較にならないぐらいね、オーストラリアはライバル少ないんで、まあ どうしよう、ね。十分稼いじゃって、モチベーションが湧かないというふうにね、えー、まあ、だらだらやってもらってっていうかね、えー、楽しく、やりたくないことはやらず、まあ、やっといてもいいかなと、やってって楽しいなと思うことをやってね、これだけ稼げる、えー、仕事というのも他にありませんので、まあ、この機会にオーストラーマゾンの興味を持ったら、まあ、まずは、まあ、無料のメールセミナーね、えー、この一番下に、無料メールセミナーの登録フォームありますんで、 こちらにメールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押して、オーストラリアアマゾイ室無料で情報をゲットしてください。以上、アマゾイ室サポーター、堀秀夫でした。